画面の前の皆様こんにちは、ベリクラでございます。やっていきましょう。デッドバイデイレートサバイバープレイでございます。いや、このさ、木村優衣の、まあ、頭はあれだけど、このホットパンツ、私が想像したホットパンツでは全然ないんですよ。ホラー映画とかでね、出るような、もう一番近いところで言ったらゴンの大人になった時のやつだよね、これね。あのムキムキのさ、あの丈が足りてない、あの上のシャツとかこれゴンなんだよね、スタイルがさ。なのでユイの髪スキン、めっちゃ髪の毛が上に長いやつ出してください。はい、あのそんな髪めっちゃ上長かったら障害物に隠れててもキラーからめっちゃ見えますけどね。でもね、これ本当なんだろうね。いや、他にもあのホットパンツって、あのいるわけですよね、他の生存者のスキン。なんか可愛らしいっちゃ可愛らしいじゃないですか、例えばミンとか。なんかね、ユイちゃんだけたくましいね。バイク乗りちゃバイク乗りだけど、その競輪選手とかだったら分かりますよね、自転車乗ってるのが趣味とか。バイクね、足太くなるんですかね、まあ、ちょっと分かりません。元からもしかしたらめちゃめちゃ鍛えてるキャラクターなのかもしれませんよね。さあやっていきましょう。ゴンです、ゴンフリックスです。この上からやりましょうか。いや、ハントレス、どこだ、ハントレスちゃんどこだ。こっちが空いてるパターンね。いなくなった。いや、ここはね、上の発電機がついてないというのがすぐ分かるんで、離れやすいっちゃ離れやすいはずなんだよ。上来るのめんどくさいんでね。よし、ここに真新しい使っちゃいましょう。いいね、ガンガン進めちゃうぜ。誰か増やしてる。ここ結構斧当たるんで、私チェイスしながら斧構えてあの2回投げるってよくフェイントでやることがあるんでね、気をつけた方がいい。しかしこっちに気づいてないみたいですね。今のうちに、静かなうちに映画のご紹介しましょう。私ね、ネットフリックス大好きなんですけど、もうネットフリックス限定の映画とかドラマっていう結構質に高いもの多いんですよ。で、前も紹介したかちょっと分かんないんですけど、オールドガードっていうね、シャーリーズ・セロンが主演の映画があるんですよね、ネットフリー限定の。これがめっちゃ面白くて、質が飛ばしてくるかな。さすがに飛ばしてこないかな。まあ、世界のね、やばい事件とかをこのオールドガードという特殊部隊の名前なんですけども、オールドガードが守るという話なんですね。まあ、暗躍して、ね、警察とか CIA とか FBI でも解決できないようなことを解決していくという特殊部隊。しかも少数精鋭4人だったかな、うん、で、これ何が特別なのかっていうのはですね、実はただの特殊部隊じゃないです。ただの特殊部隊だとしたら他の映画と変わんないでしょ。実はこの、オールドガードの、メンバー、不老不死なんですね。で、不老不死をファンタジックじゃなくよりリアリティに捉えた映画がこのオールドガード。壊れたね、何かが壊れたね。何が壊れたんだ、呪われてるぞ。まだこっち来るかな。よし、ここ通りましょう。今行くよ。で、メンバーそれぞれ年齢が違うわけです。いつの時代だから生きてるかわからない、うん、で、最も最年長がシャーリーズ・セロンを扮するアンディという、ね、役の、オールドガードなんですね。これが、まあ、隊長にしてね、最高に強い最年長のオールドガードが、うん、で、これ簡単にその大昔のことをね、
言葉で説明しないところが好きですね。たまに回想的にねフラッシュバックするんですけど、これがとんでもない昔の世界だったりして、いつの時代からちょっと待って待っていつの時代がこのオールドガードで存在したんだ、そして何のためにいたんだっていう非常にね SF ロマン的なところもねはらんでるというのがこの映画のね味噌のところなんですね。エモい、ああえここにもある、エモいんです、今時の言葉で言うとね。間に合うかこれ、来るか来るか来ないね、よし壊しちゃいましょう。何だったんだろうねさっきの破滅と、うさぎのやつかデブアかな、まあ、とにかくやっちゃいましょう。でこれまあ4人でね必死にねまあ戦ってるわけ、世界の脅威と。で相手は別にモンスターとかそういうのじゃないです、本当に世界に張り凝る悪テロ組織だったり何だったり、うん、である日ね実はこれこのオールドガードっていう不死不老不死のまあものがね世界に生まれる時っていうのはこの同種が誕生した時ってみんな感知することができるわけですよ。で何百年ぶりかのかな現代この現代の世界で新しい不老不死のものが誕生したっていうのをみんな感知するわけよね。で強大な悪と戦うためにこの新しい不老不死を入れて、まあ、戦おうじゃないかっていう、物語に発展していくんですけども、しょっぱながらね主人公たちの惨殺シーンから始まるっていうショッキングな配慮、これがねめちゃくちゃね引きが強くて面白いんだな。じゃあ来てんだな。てか今回私ハントレスとも全く会ってない、私が引き継ぎましょうこのゴンフリックスが長すぎて。どうなる、そっちか、オノニア絶対当たんねえぞ、いつ投げてくる、そこかもう倒しとこう、何周もできるところじゃないんだよ。よっ呼吸したね、今のうちに離れましょうか、気づかれたかな、気づかれてるね、この距離でも投げてきたりするんで、おナイス発電、来てる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 、さーてどうしたもんか、来るね、チン流れましょう、出ますね、やりましょう、やったりましょう、あぶマジで危ない、おハントレス様手に入ると見せかけ入らない、いや危ないね、一旦こっちに流れましょうか、気づかれてたか、この中行く、危ね危ねー、入っとここフェイント入れるべきか、やっぱり入る戻る今度はこっち追われてるね、しっかり来るか、斧来ない、え斧なくなってんのかこれ、あるね、しっかりあるね、しっかりあるね、ここの窓枠は使わない、オッケー、あと斧いくつあるんだ、立派なハンターになってみせる、いや向こうがハンターなんだけど、ちょっと待ってやべえやばいな、こいつは危険だぞ、もう一回ここくぐるか、ちょっと待ってゲート開いたかな、あっち
ありがとうカバー。空いてるっぽいねこっちが。よし。デッドハードでゴール。はい、ありがとうございます。もう一流のハンターです。いや、後半に急に来ましたね。お、エースとシェリルが残ってると。まあ大丈夫でしょう。おまんまスーッと出ますよ。ノーワンもなかったですからね。うん。オッケー。そんなことでね、よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。